リベンジ版令和の虎。虎の楽屋トーク。家事代行はフィリピン人のピナイ。詳しくは概要欄から。リベンジ版令和の虎。虎の楽屋トーク。今回はですね、レイジーカフェをフランチャイズ化したいということで、竹原さんの回でした。早速、感想を聞いていきたいと思いますが、まさかのナッシングでしたけどね、大丈夫くんが座ってますが、はい、なんで座ってるかというと、はい、先月もね、実はリベンジ版あったんですけど、カイさんっていう女性の方が来てくれたんですけど、はい、岩井主催の2冊目の本買ってくれた人の中から、抽選でファンクラブのメンバーに、リベンジ版の閲覧券、そして楽屋のトークの出演権がもらえるという。うん、何冊すごい企画。あ、僕全然20とかですね。20何冊。あ、でもそれはかなり。はい、どうするの今は枕か何か使ってるの今枕ですか。あ、そうか。でも前回のことは1冊でしたよね。あ、そうです。抽選なんで。一緒だったんですよ、前回のことは。そうなの。抽選当たる確率が高かったってことですよね。そうです。はい。はい。まあ、たくさん買った方が当たるよということで、はい、まあ、20冊も買ったらさすがに当たるよね。ということで、ライジョ君に来ていただいたんで、まあ、ちょっと、じゃあ最初にライジョ君からね、はい、感想聞こうかな。いや、もう、優秀すぎて、という、もう印象しかなくて、うん、視聴者としては、リベンジ版といえばなんかもっとこう、白熱したものがあってみたいな、なんかドラマがあってみたいな、のイメージがあるので、今回なんか、虎の人もなんか、シュンってなってくるだから、うん、あの優秀っていうか、まあはい、本当の優秀は、はい、もう徹底的に態度を悪くする、うん、で、はい、最後の最後に売り上げ、いやそんなの言っても仕方ないでしょお前らとか言って、うん、最後の最後にというこんな接客をさせていただいている何々でした、うん、本当ありがとうございましたでやりゃ僕たちは本当にこういうやつかなって思わされたっていう、うん、これぐらいの演技力を僕たちは指導していくんですとでフランチャイズでもこれを展開する僕たちにしかできないこれはノウハウなんですよって言われたらかっこいいじゃん、うん、かっこいいのいつもの動画はそんな感じなんですよねひたすら接客の悪い店員として出て最後店出た瞬間丁寧にありがとうございましたって言って見送るみたいな、うん、お客さんをね、うん、あれなんか緊張と緩和ですごいいい動画なんですよね、うん、全く知らなかったんで初めて見ましたいやもうなんかすげえ態度悪くくんのかなと思って、うん、態度悪いトラを構えてたそのせいじゃないですか全然そのせいでトモハッピーさんのせいで、はい、本当はやりたかったことできなくなっちゃったとかそういういやいやでも迷い抜いたけど普通に来ましたって言ってたんですか、ね、いや多分トモハッピーをなんとか空回りさせたいと思ったんやと思う私も思いましたなんかすごくもっと演技を見たかったねえ、うんうんうん、ちょっとなんか中途半端だったんで、うん、どう対応していいのかこちらも分かんなかった、うん、すごい逆に難しかったなるほどねあのお店の売りはだって接客が悪いことだから、うん、料理が売りなんだったら料理を持ってくるわけでしょ、うん、なんでそれを持ってこないって僕は思っちゃったよねだからちょっとやっぱり今有名になってきて出てやってもいいぐらいの気持ちだったんだ。あだからそれだけ 120% 出してないってことだから、まあもったいない。あれね、岩井先生いたら最後切れたっすよ、リベンジ版なめんなっつって多分ね。ちょっと俺も来たんだけど、はい、うまく怒れなかった。あれ主催切れるとこっすよね。あのね、主催のことが怖くて、はい、岩井社長がいるかと思って、はい、岩井社長に嫌われたくないからそうしてたって言ってました。中途半端にしたの。あ、裏でですか言ってました丸くしてきたんだ丸くしてきちゃった比較的逆にあっちの方がキレられるぞって僕は思ったんでだから岩井社長のことまだ全然分かってない確かに振り切ってる人は好きだ一番分かってない俺が言うのもない確かに一番マジ切れされてる僕が言うのもないんやけどいや、斉藤さん、はい、どうでしたかいやだから今回初めて参加させていただいたんで、うんどういうキャラクターでいけばいいかまあ、今回ねご自身がねはいご自身これからどういうね、キャラでいくかをちょっと教えてほしいですよねいやだから今日、どっちつかずというかうん、どう対応したらいいのか、まあ、普通にいい人だしなみたいな あまり怒るポイントもないしどうしたらいいのかみたいな、うん、今日はね正直難しかったと思います、はいはい、難易度高いと思いますでもキャラって作れないですよね我々ねもう2でいくのが一番ですよね、うんあうん、そうかもしれない作る必要ないですよキャラなんて、はいうん、個性をちょっと加速させるぐらいですね、うん、そうですね、うんうん、動画で分かりやすいよキャラを作りすぎるとね、はい、本来の自分が誰かわからなかった説得力あります、ね、実感先輩の説得力ありますね SNS に取りつかれてしまった説得力説得力がすごいあってあれ自分どんな感じだったどれが自分普段の生活それでやればよかった
竹内さんも最初そうだったね、キャラ作りとかいろいろ考えたんですね。いや、もうキャラ作りというか僕の場合も人生全てをなんか演じてる感覚なので、いろんなキャラに変更するでしょ、僕。するする、はい、だからもうよくわかんないですよ、普段が。もう全部さらけ出すしかないんじゃないですか、日常から。これ以上これ以上難しいよね。まあでもなんか久しぶりに僕あのトラップっぽい、あの竹野内さん見れて嬉しかった。私も思いました。竹野内さんやっぱり理論的でしたね、今日。理論的だし、理論的だけだとつまんないんで、そこにユーモアを混ぜれるんで、やっぱさすがですね。いや、さすがだね。先天的なね、特徴を。先天的な特徴ってこのことでしょ。え、そう、リズムはね、面白くないんですよ、見てて。だからそこに最後ユーモアで終わらせるから面白くなるんで、最高ですね。個人的には結構直営フランチャイズ対決みたいなのを行くかなと思ったら、意外と井口さんが代わりにやってましたね。そうなんですよ。なるほどね。ただリターンがフランチャイズなんですよ、フランチャイズの優先交渉権なんですが、それやらなくていいような感じ皆さん思うじゃないですか。ただ番組的にはここで出したら絶対追っかけるから、絶対やるはめになりますんで、さすがに出せなかったですね、あれは。なるほど、ね、出したい気持ちはありました、かなり。ただ追っかけてやっぱりやりませんでしたとか、番組的には超つまんないじゃないですか。てかフランチャイズって言ったって社内で新しい事業を始めるのめっちゃ僕らのリソースもかかるんで、嫌ですよね。嫌です。ね、自分の得意な事業をやった方がいいやん。そうなんです。まあ、という割にはフランチャイズやってるじゃん。いや、そんなリソースかかんないやつばっかやってますんで。ああ、なるほどね。あれはかかりそう。もうフルコミットしないと無理です、ね、なるほどね。そうかそうか。どうですか、まゆみさんは。そうですね、私も0か100って言われたので、えってちょっと正直思いました。100出したらフランチャイズやらなきゃいけない、それはちょっと難しいとおっしゃる通りで、20だったら出してました、そういうお手伝いとか、そういう形だったら良かったのになって思いました。皆さんフランチャイズやれないっていうのはそこまで成功すると思わないのか、それでも手間かかるっていうのがやっぱりでかい。手間ですよね。小さいお金を欲しいと思わない。いや、そうなんですよ。その何十億になるっていう希望があるから僕たちは出したいわけ。行っても20店舗ですよね。優先権1個もらって1店舗やったところで、そうですね、年間数千万円払っても。確かにね、ちょっと手間とリターンは合わないかもしれないですね。そうそうそう、リターンが儲かるかもしれないけど、結果トータルで儲かってるかな、自分のリソース考えたらっていう、なんかリターンがリターンじゃないみたいな感じで。逆にあれですか、皆さん2店舗目仮に成功して直営で、その後フランチャイズ展開したら結構集まると思います、その希望者集まると思いますか。たくさん集まると思います。たくさん集まる、じゃあちょっとね、ぜひそこに期待して、まあ2店舗目成功したらさらに偉そうになってもう一回来るんじゃないかという気はするので僕は今までフランチャイズ版とこの令和の虎でこれは絶対来る、いけるって言ったもので来なかったやつないんですよ。本当にないんですよ。だから多分いけるはずです。自分が投資してダメだったやつはありますよ。これはいけると思って投資してない、うん、なるほどね。あの助けてあげたい、うん、でも出さないんですよ、いけると思ったやつ。僕基本あまり出さないんです、むしろ。アイセップさんもそうですけど、うん、まあ、そのシーン覚えてますね、うん、僕別にこれ必要ないかなって言って、うん、面白くないの、うん、100% も。あ、竹内さんそういうとこある、うん、助けてなんとか自分たちの力でやれたらなっていう希望を入れちゃってる。確かに、うん、まあそれは分かりますね。なんかでもこれはだからいけるんですよ、うん、じゃあ皆さんね、ぜひレイジーカフェの全国展開をね、今後見届けていきたいと思います。そんな感じの虎の楽屋トークでした。またねー。